どうもー、タブヤンでーす。スーパーマリオメーカー2やっていきたいと思いまーす。スーパーマリオメーカー2。さあ、楽しく遊んでいきましょう。セレスチャルスプリントスピードラン、おー、タイムアタックね。いきましょうか。クリア率 10%、もう 10% っていうのがこの猛者たちの 10% なんでしょうね。知らんけど。あ、初代か？初代スーパーマリオかな？あーっと、スイッチね。押せませんでした。スイッチ押して、押して。ちょっと、だいぶ、初代なんで、あのスピンジャンプとかはないんでね、これは難しそうですよ。ギリギリでジャンプしないとね。時間かかりますよこれ。おい、あ、連続ジャンプか、ここね。メット君頑張れ。何がどうなってる？あ、矢印上だね、今の。1、2、3、上。あー、もう一個上か。で、ここで上、もう一個上、スイッチ。あー、もう一回上。あ、押さないといけなかったか。いやー、タイムアップゴール、ちょっと手前。よし、あ、ちょっと待って、スタート遅れた。よし、もう一回行くぞ。さあ、決めるぞ、そろそろ。なんでここで基本に戻るか。こんなもんですよ。いや、体が覚えてるうちに行きたい。上、次どこ、1、2、3、下降りて上ジャンプ、もう一丁ジャンプ、1上ジャンプして、よーし、残り何秒だった、やっと行けました。スピードラン、ありがとう。いいね、押しときましょう。あ、ベストタイムと同じ19秒968。これ以上早くはできないんだろうね。やりました。さあ、マリオ3のコースやっておきましょうかね。スーパーマリオサンシャインズサンドバード、砂漠か、砂漠の太陽か、なんだか楽しそうなタイトルですよ。マリオ3、ゲームキューブのマーク出てきたけど、なんか隠しあるんじゃない？あるんかい、あるんかい。え、こっちもある？もしかして。それはないか。見つけちゃいましたよ。あ、ファイヤー？ワンナップ？最高じゃん。これ上登るか、こっちもありますけど。あー、中途半端ー、いっぱい死んでる。なんでこれ乗らずに、ちょっとここ行ってみようか。こっちから出るんかい、こっちから出るんかい。今度は落ちないように。なにこれ。動いてる太陽、あ、太陽怒らせたらまずいんじゃないこれ。危ないですよ。あ、コイン、ピンクコイン。これ登れるのかな、上。登れな、ギリギリ登れ。おーっと、これはまずいんじゃない。脱出できるか。この頂上に乗っときたいね。おー、いいねいいねいいね。さあ、コインがあと2、
2つピンクコイン、ピンクコイン欲しい。いいんじゃない、この頂上付近キープしとこう。さあでも下になんかあるとまずいから、ちょっとね、あ下にあるっぽい、これ下にあるっぽい、嘘、取り逃したかこれ、え取り逃が、ああったー、優しいとこにある、よーし、あこれスタート地点っぽいな、この下、やったー、なんて癒されるなんかすごい乗り物に乗りましたねさあ今度は遠隔操作の達人、直接手を触れることなく関門を突破しろ、どういうことなんだ、やってみましょう。セネルクさん、遠隔操作の達人、おっと、あダメだ、そういうことか、これでういっと、え、あ音符を押せば多分、あこういうことか、はい来たね、そういうことね、遠隔操作の達人面白いじゃん。今度はあ逆ね、こうしてこうか、よし、だから何よこれ、え、あーそういうことだね、オッケー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 、よし2面目クリア、え私やることないんですけど、何これ、いや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 、待ってるだけか、違うのか、え、メットがあれかな、あ違う、これで私の標的、私が下に行った時に落ちてくるからタイミング、ここだ、イエーイ、Pスイッチ反応してるけど、何これ左か右かって選択肢、左、え何それ意味わかんねえ、あこれクリボーをやっつけないといけないのか、あー理解しました、ブラックパックにやっつけても意味ないんだ、今か、イエーイ、意味なく押してた、今度はえ何これ、あドスね、あーそういうことか、これこうして急いで、よし中間地点がまだ楽しめるねー、これこれはなんだ、ハテナブロックにあのあファイヤーバーが当たるところで投げるっていうことかな、違う、何をどうすればいいんだ、あこうか、わかったわかった、あの上に投げれるから、大阪は救急車がうるさいです、よし、あキノコをもらってダメージ受けて進むと、オッケー、よく考えられてる、おお、あ3回か、ちょっと待てよ、こうしてこうだ、よーし、あもう1回、え今度はなんだなんだなんだ、下に降りてきた時にここだ、あー2回連続、あ違うな、一番下に降りてきた時に押してすぐ、よーし2連続ね、いいやったぜ、何この楽しさ他では味わえないこの楽しさ、これは爆、あもういったんじゃない、一発でいったー、あれ爆発しない、なんで、あ
マジで言ってる？炎にさらさないといけないんだ。何それ。炎にさらすんかい。あ、ダメだ。これじゃダメなんだ。どういうことだ。あー、惜しい。お、いった。いったー。火にさらさないといけないっていう。やばいぞこれ。215秒。時間大丈夫か。何これ、何これ、何これ、何これ。あ、絶対死んじゃいますけど。いや、ここ戻ってきました。これどうしたらいいのか分かんないんだよね。え？あ、これギリギリ止めるっていうことか。あー、そういうこと。よかった、やりました。ワンナップキノコをいただきました。サーバーのメンテナンス中だって。こんな奇跡あるの？何これ、任天堂さん、どういうことなんだ。今クリアしてセーブしてからがメンテナンスに行ってほしかったよ。こんな裏技があるとは。マジで言ってますか？18時まで。わかりました、強制終了したいと思います。